国家図書館は中国北京市会を読最上区にある中国で唯一の国立図書館。対外的には中国国家図書館と称されている。2012年12月当時の収蔵量は3119万5121点。国の総書庫、国家書士センター、国家戸籍保護センターが中国国家図書館の主な機能である。一期新館は 外国語文献、中国語や外国語の専門文献を中心とする研究者向けのサービス、日記新刊は中国語の新聞件や電子情報を中心とする一般向けのサービスを提供し、古書や貴重書を所蔵する古籍館を用している。中国国家図書館は1909年に開館した京市図書館を前身とする。1902年に新の朝廷で、 国家図書館の建設が提言され、1909年に、真の学部は、小の図書館よりも、上級の国家図書館の建設を進言した。1909年9月から図書館の建設が、始まるが、不安定な正常のため建設ははかどらず、高架寺が仮の図書館の機能を果たした。1911年に、清が滅亡した後、 図書館は中華民国教育部の管轄下に入る。1912年8月27日から正式に利用者を受け入れる。1913年6月に交通の便が悪い本館に変わる文館が都心部に設置され閲覧のための常用書籍が置かれた。1917年に図書館はカタカフートンに移転する。1928年に 京視図書館は国立北平図書館に改称され、中南海巨人堂に移転した。翌1929年に北平図書館は北海公園内の北海図書館と合併し、北海付近に新館が建てられた。合併当時の蔵書数は40万を超え、中国最大の規模を有していた。日中戦争の際は重慶に本部を移し、 戦争が終結した1945年に北京に戻る。戦時中に多くの全本が移送され、上海に600箱に達する書籍が送られた。上海占領後、当時の館長、遠藤霊は日本が進出していない、中国の奥地と上海を何度も往復し、図書の運送の指示を出していた。絵画、写本など、 約6万点の資料が保全のためアメリカに送られるが、これらの所蔵品は1965年に国立台湾図書館に送り返された。1950年に国立北京図書館、翌1951年に北京図書館に解消される。中華人民共和国成立後の社会主義建設の公用に伴い、これまで蔵書楼的な存在であった図書館は、 積極的にサービスの改善を展開し、おさむがき、閲覧、レファレンス、書士業務などが大きく向上する。1978年の1日の平均入館者は約2万5000人で、前年の約1044人から大きく増加するが、この背景には文化大革命において主要な役割を果たしていた4人組が失脚した後、新しい指導部によって、 読書に設けられていた制限が解かれ、外国の書物や古典の鑑賞が推奨されたことが挙げられている。伝統的な手作業による管理からの脱却が掲げられ、コンピューターの導入による図書資料の管理、閲覧作業の自動化、資料のマイクロ化、視聴覚化が試みられた。1987年に海を独に図書館の新館が建てられ、これまでの建物は、 古籍館として利用される。1995年からデジタル化とネットワークの構築が推進され、同年に電子閲覧室が開け室。1997年に図書館のホームページが開設された。1998年12月に北京図書館は国家図書館に改称される。2001年に国務院は国家図書館2期並びに、 国家デジタル図書館基礎プロジェクトを承認し、創立99周年記念日の2008年9月9日に2期新館、中国国家デジタル図書館が一般に開放された。1912年8月の開館当時の蔵書数は約10万冊。1916年に図書館で納本制度が採用され、国家図書館としての機能を持つようになる。 中国内の出版物を正式、非正式問わず収集し、国務院学院委員会によって指定された、博士論文、図書館学の専門資料、全国年間資料を収蔵している。洋書、西洋雑誌の購入と収蔵は1920年代から開始されており、洋書の所蔵数は中国内の図書館の中で最も多い。 1949年当時約140万冊だった増書は1979年には900万冊に増加する。1970年代から目録の機械化が進められ中国内の全文デジタル化計画の中心となっている。計画経済の下で納本制度は順調に機能していたが1978年の経済開放政策の後に 中国の出版流通の形態は多様化し、納本率は大きく低下した。2004年から2009年までの図書の納本率は60%、前後で雑誌の納本率は90%と高いものの、結合がないものは50%台にとどまっている。中国国家図書館の蔵書量はアジア最大の規模を有する。2012年当時では、 約3億1100万点のコレクションを保有し、世界最大の図書館の一つに数えられている。国際連合や外国の政府による観光物、文献と資料のコレクションを所蔵し、それらの蔵書の言語は115を超える。また、蔵書には、甲骨文字が刻まれた亀甲や銃骨、古代の写本、木版印刷による印刷書も含まれている。古代の書物、 気候本、歴史的文書の数は27万冊、糸で閉じた伝統的な書籍は160万冊に上る。図書館のコレクションの中で最も珍しいものとして、過去の中国の王朝が残した文書、記録が挙げられ、地図、絵図、碑文の拓本も貴重な資料として管理されている。カール・マルクス、フリードリヒ・エンゲルス、毛沢東の思考。 資本論フランス語書版の構成ずり、資本論ドイツ語書版といった社会主義関連の貴重な資料を多く所蔵している点も特色として挙げられる。中国国家図書館では文化遺産の散逸を防ぐため貴重な古本、全本、中国革命の歴史的文献などの収集に力を入れている。中国国家図書館の前身である京市図書館は 明の時代に解説された文猿閣の蔵書を継承し、その中には、南宋の周期殿の蔵書も含まれている。文猿閣以外に、真の内閣大孔、管理院、国古館南学、キアスの養子あた震災が、コレクションのもとになっている。世界に約400冊存在する、永楽大典の副本のうち、半分以上の221冊が、中国国家図書館の蔵書であり、 世界最大の永楽大典副本の所蔵量を誇る。他、熱火、秘書山層の文図閣に収蔵されていた4古前書の抄本を収蔵し、1900年に敦煌の抜工靴で発見された写本類と歴史文書は1万6000点に及ぶ。そのうち4古前書の副写版は二期新館の中庭に置かれて、折、閲覧エリアと同様に利用できる。 四古前書のほか李氏、腰かずら銅、洋紙会幻覚などの著名な図書を収蔵している。中国国家図書館の具体的な活動は以下のように説明される。中国国家、中国国家数字、1、中国国家図書館外教より約分を引用中国国家図書館は、中央政府の機関、重点科学研究、教育、一般市民に対して、 サービスを提供している。全国の図書館の標準化、規範化、デジタル化、ネットワーク化の中心であり、それらの図書館への業務指導も行っている。また、図書館学の研究機関でもあり、国内外の図書館との交流や協力、協定の締結も行われている。全国書籍目録センターとして、国家書籍目録、総合目録、所蔵目録を編集。 出版している。中国国家書目、民国時期総書目、中国古籍全本書目などの30以上の書誌が作成されている。1997年に全国図書館総合目録センターが設立され、訓マークが提供された。一般的な中国語書籍の他に、定期観光物、台湾図書、 民国図書など20兆の目録データベースが提供され、1000を超える機関によって利用されている。中国図書館協会の事務局も中国国家図書館に設けられ、出版社も付設されている。古籍館、ヘンリー・マーフィーの設計で1931年に、竣工伝統的な宮殿建築で、朱塗りの大門前に置かれた一体の獅子像、動物をかたどった瓦。 運慶模様の欄干によって装飾されている。庭園には、秋代の石中、石碑が置かれていた。15の閲覧室、約700の閲覧席を有している。歴史的に重要な古代の書籍、文書、写本が収蔵されている。2006年に、全国重点文物保護単位に登録された。ライトアップされた一期新刊1975年に、当時の首相、 周恩来は、図書館新館の建設を決定し、1987年に、落成する。当商平が、館名を書き、1999年に、江沢民によって官名が記号された。建築面積は、約14万平方メートル、地上書庫19階、地下書庫3階、200万冊の図書が収蔵可能である。3000の閲覧席が設けられ、 一日に約7000人の利用者が訪れる。80年代北京10大建築に数えられる建築物の中で中国国家図書館一期新館は最上位に置かれている。2014年9月には図書館が収蔵する転籍が展示される中国国家転籍博物館が開設された。二期新館の内部設計は ドイツの KSP ウルゲンエンゲル建築事務所と加藤、建築設計研究員によるもので、一気新化と対照的な滑らかな外観は工業デザインに例えられる。建築面積は約8万平方メートルで2900の閲覧席を備えている。地下1階から地上4階までが閲覧スペースとされ、最下層の巨大な閲覧室の周囲が、 上層の閲覧席に囲まれている。2900人が利用できる、一続きの主閲覧室の他に、建物の端には、分野別の閲覧室が設けられており、1期2期合わせて12000人が利用できる。閲覧室の初夏には、4個全書の副写版が展示されており、原本は保管庫に収められている。開放的で自由な環境を施行し、閲覧、研究、 学級、芸術、娯楽、展示、研修のエリアが設けられている。検索、閲覧、レファレンス、蔵書、ネットワークサービスの一体化による、新理念、新技術、新サービスが検出され、主なサービスとして、全館の無線 LAN アクセス、ルフィードを利用した、スマートナビゲーションサービス。 電子書籍を自由に購読するための携帯用電子、閲覧装置、視覚障害者のための特別エリア、利用者の携帯電話への情報サービスが提供されている。2010年5月に6歳から15歳の利用者を対象とする少年児童図書館が日新館に開設された。ありがとうございます。